4トラックカートリッジとは、1960年代に初期のカーオーディオで採用された音声用エンドレスカートリッジ及び再生機器である。1950年代にアメリカで開発された業務用エンドレスカートリッジであるフィデリパックを4トラック2チャンネルにプログラム化したもの。1、4インチ幅の磁気テープを下端と週端同じ面同士で接合。 脱着可能なケースに収納してある。8トラックとほぼ同じ寸法の3号カートリッジのほかもう一回り、大きい5号カートリッジ、さらにもう一回り、大きい7号カートリッジが存在する。8トラックは、カートリッジ内にピンチローラーを備えているが、4トラックは再生装置側に取り付けてあるため、互換性はない。大半の機種では、 プログラム切り替えを手動で行うように設計されている。日本では1964年にクラリオンから発売されたが収録時間が2倍である後発の8トラックに急速にシェアを奪われた結果、数年で民生用としては姿を消し、それ以降は業務用途としてのみの製造となっているが、近年では8トラックと同様に、それらの用途も磁気テープより、 効率的な音声合成にとって変わられている。欧米では8トラックと同じくビンテージ品として収集するものが少なからず存在する。また発売元の名を冠し、マンツステレオ、マンツ4トラック、マンツステレオパックなどと呼ばれる。日本国内の店舗や施設などで BGM 用として使われていたフィデリパックカートリジーはトラック構成は異なるものの左右の音量バランスを 調整することによって4トラックデッキでも再生が可能である。逆に BGM 用フィデルパックプレイヤーと4トラックカートリッジの組み合わせではプログラム1と2のミックスになる場合が多く意図する音声の再生は期待できない。ありがとうございます。